帝国軍のウォーカーだ。ボスからの撤退完了まで飛行隊が時間を稼いでいるが、我々も蛍光ロケットランチャーで防衛する。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホース防御側ギャラクティックスレッド遊んでいきましょう。いつも右に行くから今日は左に行こうかな。まあ、右の方がね、トントーンも使ったりとかできるから私にとっては魅力的なんだが、左だとね、砲台とかアンテナ使ってみようかな。まあ、まずはこのイオンディスラプターを持ってる人が撃たれんように。で、ちょっと一旦避難します。ロッキーロッキーで、大砲によってドゥンもうすぐ狙われてる。多くない？敵敵多くない？敵多いな。そこそこ援護はできているが、バンバン撃ちに行ってくれてるね。これあんま前出ちゃうと相手のなんていう AT との間にね入っちゃうとロックが途切れて撃つのが遅くなってしまうということがあるので、まあ、なるべく前には出ず、まあ、敵が来たのであれば盾になるように前に出るのはあり。アンテナあったよね、近くに。誰か乗ってるアンテナ人気すぎ、笑った。さてと、後ろやられてるってことは、いるんだね。いるね。なるほど。あ、やっぱトイレの人戻ってきてないな。いなくなっちゃったね。トイレの際は先にゲームから離脱した方が、まあ、こっち枚数少なくなっちゃいますからね。離脱した方がいいと思います。全然当たんないんだが全然死なないんだが。左は撃ったばっかなんだよね。右も回収できるかな。右も回収できたら熱いが、いる、めちゃめちゃいる、めちゃめちゃ人おる。撃ってるね。どこだこれ。真ん中か。とりあえず左片目打ちか。まあ、その場合はこの右側ね、右側は逆に進行してきてるので、かなり。ということはイオンディスラプターと目標物の距離が近いということなので、しっかり打つ。いや、うちの軍隊みんな後ろっぽいな。ミニマップ見た感じだと来てほしいんだけどね。うまくいけばもう一発撃てるんだけど、うまくいけばもう一発撃てるんだが、ちょっと人数が足りなすぎない？で、ディスラプションだ。みんなどこにいる？死んでる。ここと前線っぽいじゃん。言うほど前線でもなかったわ。やっぱ後ろ気味なんだな。もう一声欲しいよね。で、これいい感じで左打ててるんで、左打ててるのは非常にいいんだけども、これどちらかが到達した時点でフェーズが終わっちゃうから、なるべく遅らせなきゃダメなんだよね、どっちも。トントンの重さがいるようだが、私はトントンに乗るのも得意だが、トントンに乗ってる人を倒すのも得意である。間に合うかな。 OK、 決まった。ウォーカーにダメージを与えたぞ。すごい後ろから何か接近してきてる。逃げろ逃げろ逃げろ
や、むしろこれ逆に振り向いて戦った方が良かったまであるわ。会長に撃ててはいるが、なんかすごい赤い砲弾が飛び交ってるような気がするんだが、これレイヤーか。前線足りなそうだね。こう一応撃ちに行くけど、さすがに来てるもんな。さすがに来てるんだよな。もうレイヤーだな。どうだ、見たか、綺麗に決まったぞ。レイヤーの重り疲れるんだよな。まあまあわからん、まあ、最悪この第一フェーズはまあ許そう。多少キルも稼げるやろう。多少のキルも稼げるやろう。そこはまあ許すとしても、次のね市内で戦うところでなんとかしてほしいなと思うわけですよ。うわー危ない。そこでまだ前線で戦ってくれればね。まあここをもう少し本当は稼げただろうことは多めに見て、まあよしとしましょう。いやー前出てるヒーローきついだろう。一応クルクルチャンスではあるからクルクルしてくれてはいるけれども、ちょっと前線の枚数が足りないことを考えると、前線の枚数が足りないことを考えると、ちょっと厳しそうだね。簡単に対応されちゃいそうだよね。そのスピーダーを援護する動きもできないから、いいよ、すごいバラージ飛んできてるな。いや、すでに左は取られたな。いや、これもうあれだな、2枚ともブラスターっぽいね。2枚ともブラスターっぽいぞ味方。この下がり方は、いや、ここもちょっとライン上げていれば10チケくらいは減らせるんじゃねえかな本当は。それでも頑張って打ってるからな味方。その高台に乗っちゃった。半ソロだね。これ92でしょ。いや、これまあレイヤー次第な、またレイヤー次第の試合か。これ困るのはさ、じゃあレイヤーいるからっつって自分も後ろ下がって、ほらレイヤーいるから負けただろうってやると、結果それは戦いに対して真摯に向き合ってない、いわゆるトロールとやってることは変わらなくなっちゃうんだよな。でレイヤーの分前で戦って相手のチケ削ってみたいな動きをしてさ、やったらまあ大体あのね、この味方のチケット犠牲にしてキル数なりポイントは稼いでるだろうから、なんか活躍してると思われて常にレイヤーを使いそうっていう、そのレイヤースパイラルを止める術がないんだよな。トロールして負けても結果それはやってることトロールだからな、意味ねえし。かといって全ての力を注ぎ込んで勝ったとしても、それは自分の手柄だと思ってそうな気がするんという、いや、せめて足止めだけでも頼む。逆がいかれてるな。多分どうせこの真ん中にいるのレイヤーでしょ。頑張れ、時間を稼げ。レイヤーどこにいるんですか。そもそもハンストローはやられた。ってことはそこ手前にいたのハンソロってことか。
ただベイダーもやってるということは、ハンソロ自らの命を持ってベイダーと戦ったのかもしれん。出たー、すごいとこに立ってる。全然遮蔽物で避けれるからね。エリアに入んなきゃいけないのに、それで一生懸命時間稼ぎしてるのさ。エリアに入って死なないの今ので。今ので死なないんかい。さあ、申し訳ないけど真ん中で戦ってるせいで反対側も取られてるわけじゃん。東ハンガーを制圧した。味方の分隊のアナキンすげえかわいそうなんだけど。どこで戦ってるんですか。もうセカンダリー射撃が通る場所ありませんよ。あー、さらに後ろに行った、さらに後ろに行った。さらに後ろに行くことによって真ん中のラインも下がったので、これ真ん中はと挟まれますね。我々レイヤーはさらに後ろの方で弾垂れ流してるだけでしょ。これを支えるために前線に残るのわし。向こうベイダー来たけどアイデンいなくなって、いや、この後ろを見てる暇はもったいないんだよな。アナキンなんとか助けないとまずいぞこれ。そうね、削ったりして、いやーきつい、本当に苦しいこの試合。アナキンも下がるのは当たり前よ、枚数足りないんだもん。味方の援護も来ねえし、痛い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 、味方の援護も来ねえしよ。おい、このままズルズルこのラウンド取られるんじゃないのか。圧倒的有利だったのに。これなんか今この画面中央部で明らかにセカンダリ射撃をチャージしながらウロウロしてるのがレイヤーじゃないよな。そうでした。いや、体力も減ってないじゃん、戦ってくれよ。いや、マジこれ助け、これ助けんのはアホくさ。これを助けるために戦うの本当に嫌マジで。マジであれ助けるためだけに戦うの本当に嫌なんだけど。成功させなければならない。最終はさすがにセカンダリ射撃通る場所ないから前線で戦ってくれるんだよね。いや、結構もう来てるんだが敵置かれてるぞ。置かれてるって。やばそうこれ。前線の味方がやられていき、前線の味方がやられていき、えらいことになっていく予感しかしない。マジでさー、マジでさあ、レイヤーどこにいる。レイヤーどこにいる。マジで前線のポイントに向かってもレイヤーに全く合わないんだが、味方の撃破報告ばかり続くが、レイヤーどこにいる。もうやだよ。ねえ、守ってるの俺一人なんだけど。これお負けるぞ。いなくなったけど味方。まあそりゃいなくもなるわな。
味方の士気下げるのさすがだな。普通大型将軍がいたら士気上がるんだけどな。将軍デバフがやばすぎだな。マジで戦ってくれや。すまん邪魔した。もうこれどうすんの。あと19人なんとかなる。将軍どこ。そもそもさ、この横一列に並んだ爆弾設置のポイントより前に来てなくない。日の指揮官が現れたぞ。将軍、大型将軍いる。教えに頼っておる。痛い。もう使われたまんまなんだが、これなんとかあれか、吹っ飛ばして相手のヒーローがよろけてる間に味方に撃ってもらおう。将軍どこ。どん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 味方の味方のヒーローが死んでいくのは見るのだが、何この試合。司令部からのシグナル、輸送船の準備。本当やだ、本当に嫌なんですよ。でこれであれでしょ、ランキングとかに入ってたらなんかふう自分の手柄ですわみたいな感じになるんでしょ。5位くらいにいるけどさ、ちげえんだよ。体張って前線で戦ってんのこっちは。いやー、キル俺と7つしか変わらんやん。マジもっと楽に勝てるんだけどな。マジ完全に足を引っ張ってるということを申し訳ないけれども分かっていただきたい。無理よ。前線で死んでったジェダイたちに感謝しなさい。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。